知ってるを全力で絞り出せた日、何も怖がらず裸になれた。言いたいことはごく単純で、愛しているんだ、そばにいてほしいな。だけど少し汚れて、それを消すためにさらに汚して、今では開き直って、僕汚れてます。胸に潜んでいる素敵な思い出たちと鬼ごっこだ。僕はここ何年も鬼役で君を追っている。離れないで、慣れないで、何度叫んで見ても君の足音は僕から遠ざかってゆく。
流したくない。ハルト様、あれは一体レオン・ハルト様、いかがされました？兵の準備は整っておりますあとはご命令を待つばかりです。最近どうなされたのですか？顔色も悪く、体調が優れないようです。統率する人間の不調は隊の士気に関わるか。少し考えすぎなのかもしれない。そのせいか、夜なかなか寝つけなくてな。ノロも良いのですが。カシバル、この戦い、本当に必要なのだろうか？必要も何も、それが我々に下された命ではございませんか。下された命が全てか。さあ、私は一介の兵士に過ぎません。そのようなことを考えたことはございません。私たちが戦うに多くの民が苦しむ、それだけではありませんか？それが多くのムクロの上に成り立つものである。人は結局、己のために他の命を奪わずにいられないのだな。カシバル、兵に号令をかけろ。出撃するぞ。
知る。血は流したくない。聞いてくれ。この情けだ。苦しまぬよう一撃で息の根を止めてやろう。待て！
年端もいかぬ少女に剣を向けるとは、武坂殿、これは一体どういうことです。金色の領ともあろうものが否こと、我らに抵抗する者は全て排除せよと下知されたはず。私が命に従っているだけにする。それに幼くともエルフはエルフ、放っておけば後の禍根となろう。災いの芽を今のうちに摘むに越したことはあるまい。なぜそう言い切れる。その考え方こそ災いの元凶なのだと、なぜ気づかない。第一この戦い、我らに利はない。これは侵略以外の何者でもないのだから。今さらそれを言うか、グリダマス。いや、人の歴史は戦いの歴史。戦いを否定すれば我らの存在を否定することになるのだぞ。そんなもの決めんだ。それがグリダマスの人間の正義であるとするならば、俺は正義などいらない。人間であることを捨てる。私に剣を向けるということは、ひいてはグリダマスに刃を向けること。これが最後だ。そこを引け。今ならば不問にしよう。助けて。安心して、君のことは俺が絶対に守る。約束するよ。悪いが、ここを通してもらう。無益の血は流したくない。引いてくれ。